こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県四季郡管理庁にございますマック湯崎オリエントハウスのですね609号室 3LDK のお部屋をご紹介させていただきます。こちらのお部屋なんですけども、非常にきれいにリフォームさせていただいた、おすすめのお部屋となっております。まずね、一番こちらの物件のおすすめのお部屋なんですけども、リビングに来ております。とっても広いリビングですね。この辺りに十分ダイニングセットを置いていただいてもリビングルームが取れるぐらい広々としたリビングとなっております。そんな広々としたリビングにはですね、このようにちゃんとバルコニーもございまして、こちらのバルコニーもまたおすすめのポイントですね。とってもバルコニーが広いんですよ。びっくりするぐらい景色がいいですね。日当たりの方もですね、南向きとなっておりますので、全く問題ないと思います。こちら、キッチンの方なんですけども、カウンタータイプのキッチンになっております。横幅自体も非常に大きいですし、シンクももちろん大きめ、調理スペースもございますし、このようにですね、ガスレンジ自体も元からシステムキッチンでついております。このようなレンジフードもですね、しっかりついておりますので、使い勝手の方はバッチリです。またこのようにですね、リビングの尻尾の方になるんですけども、インターホンがございましたり、このようにもともとね、おそらく電話を置いていただくスペースになると思うんですが、今でしたらインターネットのねモデルも置いていただいたりするスペースにぴったりだと思います。こちらリビング脇の和室となります。こちらの和室でおよそ6畳ほどの大きさになります。こちらが押し入れですね。天井まで、十分高さのある押し入れになっていますので、収納力もバッチリです。それではどんどん行きますね。こちらが廊下になっておりまして、まずはおトイレです。洋式タイプのおトイレになっております。一つ目の洋室がこちらですね。アクセントクロスでこのような青色の色を入れさせてもらっております。とてもビビッドでおしゃれですね。こちらの洋室には非常に幅の広い奥行きのある収納がついております。こちらね、ウォークインタイプと言ってもいいぐらいの大きさの収納になっておりますので、とても収納力が高いですね。続きまして、こちら正面になるんですけども、水回りになります。こちらが洗面台で、お隣が洗濯機置き場です。奥がお風呂場となっております。そしたら風呂場から出てきてですね、玄関もねすっきりしてるんですけども、非常に広々していて使い勝手良さそうですね。こちらもう一つの洋室になります。こちらにはですね、壁一面の収納がございまして、すごい収納力ですね。もうほとんどの荷物はここに入るんじゃないでしょうか。こちらも先ほどのお部屋と同じくアクセントクロス入れさせてもらってますので、非常におしゃれに仕上がっております。こちらの物件なんですけどもね、分譲マンションの賃貸貸しの物件となっておりますので、非常に全てのものがハイグレードになっております。賃料の方はですね、ハイグレードではなくリーズナブルに抑えておりますので、お早めのご内見予約お待ちいたしております。詳細は私ども賃貸の正木のホームページでご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。